日本民主党はかつて存在した日本の政党。総裁は鳩山一郎が務めた。保守勢力の合同の前段階として1954年11月24日に決闘された。当初は保守系の自由党と中道系の改新党が合同する予定であったが、与党自由党における吉田茂首相のワンマン体制が自由党内で圧力を生み、その結果、 自由党を離党した、鳩山一郎派と改新党で合同し、吉田内閣を退陣に追い込むことに目標を変更した。自由党に対抗するため、自主憲法論を唱え、再軍備を主張した。第5次、吉田内閣は、造船義国などにより支持を失い、日本民主党結成により内閣、不信任決議案可決が確実となった。追い詰められた吉田は、 衆議院解散を断念し、内閣総辞職を決めた。12月10日、第1次、鳩山内閣が成立する。少数与党内閣であったため、1955年1月24日に、衆議院解散となった。2月27日の第27回衆議院議員総選挙では、第1党となったが過半数には達せず、右派者回答。 左派社会党が合計で日本民主党とほぼ匹敵する議席数を獲得した。社会党の慎重を受けて日本民主党と自由党の合同、いわゆる保守合同が政治日程に上ってきた。日本民主党は三木武義総務会長を中心として岸信介幹事長らが保守合同を牽引した。しかし三木武夫や松村健造ら旧会新党の 左派系は合同に反対した。三木は、保守政党と革新政党の二大政党制が実現すると、保守政党はより保守化し、革新政党はより革新化する立機学が働くため、健全な議会政治が育たないことを理由として、上げ反対した。また自由党内も、小形武虎総裁は合同に、積極的であったものの、吉田を中心に、強硬な反対派が存在した。 民主、自由両党ともに反対派を抱え、保守合同はたやすく実現しなかったが、革新側の社会搭載統一と財界からの要望もあり、1955年11月15日、保守合同が実現し、自由民主党が結成された。自由民主党の派閥である、聖和会、政策科学研究所、新政策研究会が潮流を継いでおり、自由党が、 保守本流と呼ばれたのに対して保守防流と呼ばれた。ありがとうございます。